はい、それでは、ブリキワンフリープレイ対戦会恒例のリーグ戦やりたいと思います。2017年9月2日、ブリキワンフリープレイ対戦会、山本幸さん頑張れっていう、そういうフリープレイ対戦会の、リーグ戦です。はい、それでは呼びましたらじゃんけんして 1P2P 決めて開始してください。で、最初は誰になりますか？それでは、ごめんなさい、郷田さん今ワールドヒーローズやってるので飛ばしちゃってください。2番目、じゃあ谷町さんとおじさまさん2台使っちゃう？使っちゃうか。あ、両方ともやってから2台進行でいきますね。じゃあまず手前側で、谷町さん対おじさまさん、じゃんけんで 1P2P 決めてやっちゃってください。奥側の段位がウニカさんやってんの？ウニカさん今やってますね。じゃあそれも飛ばしちゃいましょう。じゃあ奥側でコンブさん対エクトさんですね。はい、よろしくお願いします。ごめんなさい、奥側の台とかは、勝敗自己申告でお願いします。さて、配信台の方は、1P 側におじさま、2P 側に谷町さんが座りました。おじさまさんが、パイアクシプタック、谷町さんが、ジャック・デュバリー、あれ、罰ゲームの、山田さん、先ほどの30人組でヘロヘロになったのでリーグ戦はちょっとやめときますって言い出したので、じゃあ罰ゲームであなたマイクねっていう形にしてますの で今準備してますので今しばらく、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、パイアック対デュガリーになってますけども、はい、どういう感じだと思います？わかりません。うさぎいいな。この組み合わせは基本的にパヤックが有利ではあるんですね。はい、もちろん今、パヤックが思いっきり技かけられてたんですけども、はい、実際今状況としてはパヤックの方が体力的にやばいんですけれども、ミドルとローで距離さえ取ってしまうかというのがありますよ。その上、相手の強取り、弱取りをパヤックは組み合わせて返すことができるんですよね。そうですね。だから、理屈の上ではパヤック側ができることはたくさんあって、リガリ側ができることがほとんどないっていうふうに理屈の上ではなる。でも理屈通りにいかないのが無理気は。そうですね、まあ、相手の強をついてるとか、ね、癖もありますし、ね、あと、強取りからの、鬼打ちまでだったかな、かなんかが決まって、谷松さんの勝利ですね。ありがとうございました。それでは次がですね、昆布ゆくとは昆布さんの勝利ですね。はい、あ、ここじゃなかった、ごめん、ここか、ここで、ここですね。あれ、ウニカさんがいるから、じゃあ、ここか、ウニカさん対イデアさんですね。じゃんけんで 1P2P 決めて、で、ウニカさん、イデアさん何使うのか指定していいですよ。思いっきり弱いキャラ指定しちゃっていいですよ。で、奥側の台にしようかな。奥側の台が、ちょっと連…あ、郷田さんまだあれか。じゃあ、つい飛ばしちゃって、ここも飛ばして、ごめんなさい、谷町さんね、もうコムさんも連戦になっちゃうんですけども、谷町さん対コムさん、奥の台の方でお願いします。さて、イデアさん、相手が指定するキャラでやるっていう風に言ったのでこの組み合わせになりました。 1P 側がイデアさん、サイオンズタカト、 2P 側がウニカさんの暁丸。これもあんまり見る組み合わせじゃないからよくわかんないです。そうですね、今低い姿勢になったあれ鬼仕切りって言うんですけども、はい、あの姿勢を取ってる暁丸に対してタカトの技は全部当たらないんですよ。なので、基本的にはこれタカトが不利とされています。今取りましたね。もちろん、その理屈通りにいかないのがブリキワンだったりするので全く勝てないってことではないし、隙がないわけでもないからチャンスはあるんですけれど、基本的に、まあ、タカトが不利ですね。相当不利ですね。今ケンカハリテ、ケンカハリテは全部上段に取れます。だから我々のケンカハリテは簡単に取られると思った方がいいです。ここで、今裏ぶちかましが入ってケンカハリテ裏ぶちかまし、あれ構えだけでやめても全然隙が大きすぎてフェイントにならないのが辛いんですよね。
それでも結構慣れてないと今何度か捉えてたように苦戦するわけですよね。取ってからの返しをしっかり入れていくと結構体力が持っていけますね。そうですね、取れる技はそこそこあるんですよ。頭突きは取れないんですけれども、それ以外の投げ技なんかは高と全部取れるんで、投げに来る瞬間っていうのが分かっちゃうと取られて投げられるとですね。勢い実施ばっかりになるんですけれども、実際実施で近い前でガードすると、はい、ヘビー中弾がなんか反撃になると、だから、自由度アドバンテージでやつはイニシアチブは赤月まで残ってるんですけれども、はい、高とでもやりようはあると、時間がなくなってきて、おっと時間がない、このまま倒しきれないとどうかわからない。はい、時間がなくなって判定です。と判定になりましたね。1対2、あでも、結構高と頑張った。では海田さんの勝利ですね。ありがとうございます。こうか。それじゃあですね、郷田さん対柿屋さん、郷田さん対柿屋さん、手前側の台でお願いします。それから6、いや普通の普通の、はい、じゃあ、ごめんなさい、ね、イリアさん連戦になっちゃいますけど、イリアさん対おじさまさんでお願いします。さて配信の方は、配信というか録画ですね、の配信の方は 1P 側カキヤさんのタカと 2P 側ゴーダさんの両となっております。これは終わってた、すごい見つけますね。さっき山のシャツさんタカと使ってましたけども、タカとどこが難しいと思いますか。そうですね、やっぱり全部の行動が2択3択なんですよ、そこのアウトロールの体力もないからですね、すごいですね、終わるときはすぐ終わっちゃうんですよね、本当に。さあ、変身武脚一発止め、ここに金的に2発入った。これは、理屈の上では割り込めるんですけれども、とっさに判断するのはなかなか難しい。1発を出している間に2発を入れられるとちょっと対応がしてるんですね。そうですね、理屈の上で言っちゃいますと、一発止めと二発打ち切ってで量の対空時間がわずかに違うので、できれるんじゃないかと思って練習してるけども、未だに一度も見つけてないというそういう感じなんですよね。とはいえこれ量の方が体力的に不利になってきてますね。そうですね、これは柿屋さんの打撃の差し込みがうまいと見るべきか。ゴーダさん 2P 側だからリュープランドがうまく使い切れないというのもあるかもしれない。今、座ってる状態でヒゲンシープ客の一発目が出たので、ロケ取りが大きくなって2発目が空振るという現象が起きました。これをされるとヒゲンシープ客の隙に高とは足取りを入れることができるので、両側にしては避けたい状態ですね。相手の座りだと思ったらヒゲンシープ客ではなくローキックとかそういうのでしたいところですが、これ少しいつの間にか体力状況的にはかなりいった。これはどうなるかわからないぞ。両者両者高野、3対2ですね。柿谷さんの勝利です。ありがとうございました。はいはい、それ、ちょっと行ってきて、次がここか、ではバーツと、ちょっと今、ボタンが効きにくいっていう申請があったので、店員さんに見てもらっております。少々お待ちください。では次の試合だけ、アナウンスしておきますね。これかな。じゃあなんかいろいろ変則的に始まりしちゃったんで連戦が多くなっちゃうかもしれませんけども、
おじさまさんとゴーダさんとやってないですよね。おじさまさん対ゴーダさん、じゃんけんで 1P2P だけ決めといてください。それと、これかな、イリアさん対カキヤさん、イリアさん対カキヤさん、じゃんけんで 1P2P 決めておいてください。で、阪神大の方は、ロンピー側は、クルシーのゴーダさん、大阪です。スピー側は、おじさまさん、パイクシピタック。この試合、リーグ問わずよく見る組み合わせですけど、そうですね、やはり、使いやすい、強いキャラと言えるパヤと、人気の高い量という組み合わせです。はい、やっぱり、どれだけ差し込めるかの勝負になりますね、こればっかり。そうですね、基本的にはお互い差し込みになるんですけれども、単純の差し合いですと、今度は全体的なリーチの短い量の方がどうしても不利になると、それを、切り崩すための、懐に入るための流行乱舞、これ最後まで出せなくて全然構わないんですよ。3段目ぐらいまで出せるだけで4キャラ分近く前に踏み込む、攻撃しながら踏み込むことができる技なので、それでカヤックのリーチの外側から一気に踏み込む、これで量の周りに持ち込んでカヤックの技を潰すみたいなことを量は狙いたいと。でそれを避けるためにミドルがギリギリ当たる場合で相手の流行乱舞の出かかり天の玉をミドルで潰したいカヤック、そういう組み合わせになるんじゃないかなとは思うんですね。そうですね、3番目までね。今カヤックが動いたところを量の左聖剣で潰したっていう、あれが理想的な展開ですね。今、ワンツーディレイハイでしたね。ワンツーの後、両側は、ハイキックの連携を少し遅らせて出すことで相手ののけぞりから戻ってきたところにハイキックを当てるってことができるので、あれ、最速ミルクだったら全力技にならないんですよ。ちょっと難しいんですけども、ワンツーディレイハイ、これは両使いは覚えていただければと思いますね。覚えていただければなと言いますけども、ブリキはやれる環境が近くにある人ってそんなにいないから、果たしてどうなのかって思うところで、山の幸さんが言ったのでどこに引っ越し先っていうか、まあ実家に戻るんで行こうかなんですけど、ないですね。さて、試合の方は、ローキックの方の方を勝ちましたね。ゴーダさんの勝利です。それでは、ウニカさん対ユクトさんお願いします。あ、ごめんなさい、その前にさっきやっちゃうか、カキヤさん対イリアさんですね。カキヤさん対イリアさん、ごめんなさい、そちらの方が先だったんで、その次、ウニカさん対ユクトさんになりますね。と、ワンピー側にカキヤさん、サヨンタカで、ツーピー側に、イデアさん、リョウサカザキ。相手の指定するキャラを選ぶと言ったイデアさん、リョウが選ぶってことはカキヤさんがリョウを選択したということ。いいですね。リュウコランドで暴れますけども。いくつかあるんですけれども、キャラ性能的にはゴムと言っていいと思います。言ってるそばからリューコランド入っちゃいましたけど、量の技で取れない技はなく、量は投げ技、タックル技を持っていない、だから量は打撃で打撃しかない。そして打撃マンを相手にするのは高藤が最も得意とするところ、そういうものもあったらあっという間に試合終わってしまいましたが、キャラ性能的には僕だとは思うんですよね。イリアさんの勝利ですね。ありがとうございました。さっき、あ、じゃあ こっちか、こうか、これで、こうか。さて、引き続き、配信台の方ではウニカさん対ユクトさん、 1P 側ウニカさんが座って 2P 側ユクトさんが座りました。なんで暁丸なんだって気が聞こえますけど、なんで暁丸かって言われても、それはウニカさんしか知りません。相撲がお好きだそうで、古来からの相撲使いだそうで、リアルな相撲をガチで好きっていうことなんで、
あれですね、普通に相撲が好きだったみたいですね。古来からの相撲好きで、バトルクロードでも相撲を使いますとか。バトルクロードはアンディフルです。本当に相撲好きなのかよ。相撲が好きでもアンディフィグ使うなと言いながら、ジジイを相撲という殴っているウニカさんと言おうとしたけど、体力的には大体同じくらいになっちゃったね。同じくらいですね。同じくらいってことは、アンディフィグの方が多く減らされていると思うのがいいかもしれない。ジジイが体力少なくて、つまりが多いんで。そうですね。いや、実際この組み合わせ、赤月丸不利な相手が多すぎるからな。はい、3回投げれば勝てるって言うけども、3回投げるのが難しいと思うんですよね。あーそっか、ウニカさん最近、ちょうど最近というか今日から赤月丸で練習を始めたんで、まだ投げ技の入力がうまくいかないことが多くて、The winner is gone. ただまあ、入力がうまくいってれば今かなりいいところまで行ってたかもしれない。そうですね、赤いところまでは行きましたんで、自陣の体力の少なさから言えば、そうですね、手をも狙えたと思います。そうですね、ユニカさんとユクトさん、こうなって、こうか。それでは次がこれか。昆布さん対ゴーダさんですね。昆布さん対ゴーダさん、じゃあ奥側も治ったので、続けていっちゃいます。ウニカさんちょっとごめんなさい、連戦になっちゃいますけど、カキヤさん対ウニカさんで、グリキは可動性とかってそんなに多くないけども、可動させろっていうのもなかなか厳しいタイプではあるとは思うので、そうですね、コンパネとかもちょっといじくんなきゃいけないし、そういうのが、どうなんでしょうね。さて、試合の方は 1P 側がゴーダさんの量、2P 側が、コンブさんのガイ、タックルを持っているガイは、リョウに対して攻める手がないわけじゃないけど、今タックルに行ったところは氷柱割りをカウンターでもらってしまった。体力が多いわけじゃないですか。そうですね、ガイは器用っちゃ器用ですけども、強みが素直に強いわけじゃないんですよね。相手が持ってないものを持っているというだけで、同じ土俵で戦ったら基本的に弱いキャラになっちゃうっていうのがガイの辛いところなんですけど、スライダーガードした球は良かったですね。遠いと両側の反撃が、届かない。おっと、浴びせ蹴りが入った。タックルに行くがちょっと距離が遠かった。先制技で形成し合っている状況で、おっと、ソバット、タックルフェイントを交えつつ、じりじり、リング上へ押し込んでいく台に対して、成功していく、量、ただ状況的には量の方が体力よく残っているってことは、今のは勝利、つまり、タカトで勝ったってことか。入りまして、両の3対0で両の勝利ですね。オラオラ、コンブさん、これか、コンブ、待つと。では次は谷町さん対ユクトさん、手前側でお願いします。そして奥側では、コンブさん対イリアさん、お願いします。
マイクで聞くと山の幸さんの声なんかナレーションで聞きそうな声ですね。え、そうですか。そうそうそう、ナレーションとかの、あまり自覚はないです、うん、まあ自分の声って自分じゃあんまり分かんないですけど、さて、配信台の方ではワンピー側にカニマツさん、ジャック・デュガリー、ツーピー側に、ユクトさんのソン・シャンタを、割と早めに終わりそうな気がする。そうですね、シャンタオの連続技がボスボスって入るとデュガリはあっという間に KO されて、デュガリの投げがうっかり決まるとシャンタオが少し動くみたいな。もう真っ赤ですけどね。真っ赤だなぁ。バーフ。そして抜けました。あ、失礼した。今ちょっとつけめどころが出ちゃいましたね。今寝っ転がって体力回復になってた。なんかデュガリやりたい放題だな。あー、山嵐だ。山嵐だって、あれガーフなんですよ。山嵐が出て、谷町さんの勝利です。それでは手前側で、ここ今やってるから、次これか、ウニカさん対おじさまさんでお願いします。いや、つくづく分かってないと何が起きてるのか分かんないゲームですね、これ。そうですね、ひどいゲームですよ、本当に。分かってても入力できるかはまた別だったりもしますからね。まあ、それ別ですからね。見切れるかどうかとか操作できるかどうかはまた別ですからね。ああ、赤月丸の悲劇を今日初めて知りました。そりゃ分かんないよ。赤月丸 vs ファイアー、赤月丸は、辛いキャラですね。ワンピー側に座るのがウニカさん、赤月丸、キューピー側がおじさまさん、パヤクシピタック。これはどうなんでしょう。パヤックのローキックに対して赤月丸ができることがほとんどない。うん、悲劇が、繰り広げられております。谷町さん対ゴーダさんお願いします。谷町さん対ゴーダさん、奥の台でお願いします。パスも抜ける。タイムキックの時にはちょっとバヤックがまだ元気に、そうですね。上段喧嘩張り手が一番喧嘩張り手の中でリーチが長いので、それを相手のギリギリのローが届かないギリギリの前から重ねたいところですけども、発生が遅いのでちょっと難しいところではありますね。今のは連携良かったですね。何が辛いってローキック2段ガードした後できる反撃が張り手しかないっていう。そう、当てた後状況が良くなるわけじゃあんまりないんで。あ、でも相手がガードするって分かってたらそこにもろ差しを仕込むとかそういう手もありますね。あ、でももろ差し割れか。早くだとちょっと組み返しで返されちゃいますね。まあね、相手が失敗するかもしれないんで絶対ダメかどうかはちょっと分かんないですけども、リスクは高いですね。そう、勢い、安全に打てる技が裏口かましだけになっちゃうっていうのが、まあ、その、赤月丸の悲劇といいますか、そういうところではないですか。今私の周りにパヤック使いの人が次々と来て悲しそうな顔でローキックでいいですって言って去っていくっていう、そういう感じになってます。ローキックの勝利ですね。ローキックの勝利。ありがとうございます。百裂か百貫があればって別のゲームだから。次、柿屋さん対ユクトさんでお願いします。奥の台では、ゴーダさん対谷町さんというベテランブリキで同士がやってるんで、あそこはほっときましょう。ベテラン勢は自分も含めて雑でいいんですよ、雑で。さて、ここでは、柿谷
さん対ユクトさん、ワンピー側がカキヤさんのタカト、ツーピー側ユクトさんのシャンタオ。これも割と決着が早い方かもしれませんね。ウニカさん対コンブさんはやったんだよ、やったのか。ウニカさん対コンブさん、ウニカさん対コンブさん、いや、コンブさん外です。そうですね、ジジイ赤くなってるけれども、ジジイの火力を考えるとタカトもこの体力だと結構やばいとはいえ、タカトの足取りが入ったりするだけでも結構また話は変わってくるから、むしろお互い体力少ない同士でこれくらいまで時間が使ってるってことは、いい勝負なんじゃないかなっていう気がします。ちゃんと見てなかったですけど申し訳ございません。ちょっとリーグ戦表を見てたんで、足取りを潰した、すごいな今のは。取りましたね。エスパーは取ってきますね、こういうところで。エスパーが取ってきますね。連射で漫画描く人は一味違いますね。なんか今ドヤ顔してますよね。お互い苦しい状況ですね、これは。この状況だと高藤はもう死ななきゃ安い感じが。大丈夫だった。しかしポイント的にどうなってるか、判定はシャンタオ、シャンタオ、シャンタオ3対0でシャンタオ、ユキトさんの勝利ですね。次が、今ここやってるから、じゃあ谷町さん対イデアさんお願いします。今回イデアさんが、相手の指名したキャラを使うということで、指定したのがソコロフらしいので、奥側の台、カキヤさん対オジカマさんお願いします。カキヤさん対オジカマさんお願いします。ここでワンピー、ワンピー側が、イデアさんのソコロフ、ツーピー側が、谷さんのデュガーリー。組み返す、今、弱取りから悠々とバランスゲージを削ったりしてましたね。ゲージの削り合いになる印象なんですけど、結構ここしか投げてますね。そうですね、っていうのも、ソコロフはタックル返しを持ってるんですけれども、デュガリでタックル扱いの技は肩車だけで、デュガリはタックル返しを持っているので、ソコロフの片下タックル以外のタックルは大体返せるという、そういう兼ね合いで、ソコロフが一方通り自由に動けるわけじゃない組み合わせとも言えると思います。ただ一方でデュガリの体力が少ないので、何かが通ると一気に締めるみたいなところがあるので、そうですね、特にソコロフは一撃がでかいですね。でかいですね。でタックル返しを持ってるとはいえ、このように失敗することもあるわけですから、こうなると体力がボヘッと減らされちゃうと。まだ KO にはならない。そうですね、これはまだ KO にはならないんですけれども、まだお互いもう、そうですね、ピンチ今ずうずうしく体力回復狙ってますね。しかし、あーっと使うんだけど抵抗した。
頭突き。あっとこれ今のは受けて倒して、はい、リーヤさんの勝利です。ありがとうございました。はい、手前側が、ゴーダさん対エクトさん、谷町さんごめんなさい、連戦になってしまいます。奥が谷町さん対ウニカさんになります。今のあの京アテミをバーウィンでかわしてっていうのはあれはすごかったですね。そこを狙ったかっていうところではありましたけど、まあ谷町さんがつけるところを出しすぎたっていうところもあるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとありましたね。さて試合は 1P 側が、ゴーダさん、リョウ坂崎、2P 側がイクトさん、ソンシャンターを。いやなんか我慢比べ大会じゃないんで達人同士の何かを呼んでるんですよね。エリックマンの様子の見合いって言ったら前後に動いて間合いをごまかすっていうのがまあ一般的だと思うんですけども、じっとしてることのメリットっていうのはちょっと私は考えたことがなかったけど、もしかしたらあるのかもしれませんね。量は特に構えがあるんですね。なるほど、高戸とかもじっとしてるってことに意味はありそうな気がするんですよね。狙いがあればっていう感じですけど、まず場外に出てあの捕まえてご覧なさいみたいな感じですね。今貢献が入った、貢献の出方を思いっきり投げた、そして4連撃。あの技の出かかり掴むのなかなか辛いですよね。ジジイが攻撃力高いからもうすごい勢いで赤くなってきてますけど、そうですね、あの出かかり吸って投げるみたいな技ってジジイの出し投げと、あとヒジングの出し投げも割とそういう性能ある気がします。確かにそうですね。ここで貢献が入る。滝谷さん対昆布さん、滝谷さん対昆布さんお願いします。あ、しかしジジイの方が体力減ってる。ジジイジジイってなんかちょっとひどいですね。ちゃんとシャンタオって名前読んであげなきゃ。今なんかあの酒取りが出たんですけど、その時ゴーダさんがやべえ間違えたって言わなきゃいいのに。あというところで時間切れ。さて判定が3対1で、ゴーダさんの勝利ですね。そうなりますと、今ここやってるから、ここか。では、配信台のでイデアさん対ゴーダさん、イデアさん対ゴーダさん配信台のでお願いします。ゴーダさんが指定したキャラが、よりによって相撲っていう。相撲、でもまあ、相手が指定するキャラだって言っちゃったからね。ああそうですね、絶対勝てないわけじゃないですか、ね。まあ、正直ほぼ無理と思うんですけれど、特定の行動だけで済むっていうほどでもないの です、ね、ガーフがガード不能の喧嘩張り手っていうのを暁丸が持っているので、それに対応するのとそれ以外の技に対応するのの2種類ぐらいは必要です。どちらも確かに反応が良ければ両対応できちゃう技ではあるんですけども、まあそこはブリキマン案外心の隙みたいなのを狙うことができるんですね。奥の台は滝谷さんが勝利ですね。ありがとうございます。しかし
し、奥の台でおじさまさんとゆくとさんですね。おじさまさん対ゆくとさんですね。はい。基本的にはあの両側が有利には間違いないんですが、両の技に隙がないわけではない。で、両もあの最適行動をきちんと取れなければその有利さを生かしきれない可能性があるところではあります。見た限りちゃんと有利取ってるみたいですね。そうですね。そこはやっぱり奈良と両手で、その組み合わせの辛いところは赤月丸の組み技、投げ技がほとんど機能しなくなるっていう部分なんですよね。赤月丸は打撃で勝負するしかなくなって、打撃技では大ダメージを取りづらい赤月丸が両に勝つのが難しいという、そういう組み合わせになっちゃったんです。やたら長いバランスゲージも何の役にも立たないです。そうですね、投げ技を持たない両相手にバランスゲージがなくても本当に意味ないですからね。そう、このゲームガード中とかでも投げ返し、返し技の入力受け付けてるんで、おっと、喧嘩フェイト入ったというところでタイムアップ。いや、むしろタイムアップまで粘ったっていうのは頑張った方なんじゃないかと思いますけど、まあブリッジプレーは大体そんなもんですよ。続いてがどこだどこだ、ここか、ここか、これかな、これ今やってるところですね。こっちか。それでは柿屋さん対谷町さん、柿屋さん対谷町さん、まあね、2017年にもなってブレーキ1やってるようなやつらがまともなはずないんで、まあそうです ね、こんな、そこは、しょうがないです。はい。さて 1P 側が柿屋さん、サヨンジタカと 2P 側、谷町さん、ジャック・ビュガリということで、これはどうだったかな。リーチ長いんですよね。そうですね、リーチ長いんだけど長いと思って振ると短いっていう魔法の長さ、ちょっとお手本を見せてくれましたけど、そうですね、無理よ。奥の台でウニカさん対ゴーダさん、ウニカさん対ゴーダさん、奥の台でございます。この組み合わせはあのガードというよりかはお互いかわし方のうまさが出てくる感じですよね。なるほど。あの足取りをあのビガリのフってあれでかわしたりとか、ビガリの頭突き、当てに取れない頭突きをタカトがフってかわしたりとか、また投げられてもタカトが、今のはすごい受け方した。今のは足取りに行った瞬間に立ち状態と同じ判定になっちゃうので掴まれちゃったっていうことだったんですね。The winner is Ujibari. コンブさん対おじさまさん、コンブさん対おじさまさんですね。手前側の台の方でお願いします。早く対ガイ、なんか打撃や、基本的なリーチはカヤックの方が長いんですよ。ミドルキックにしろ、ロックキックにしろ。ただガイはエルボーミドルっていう行動が、カヤックのミドルと遜色ないリーチを持っている。代わりに技の発生までがちょっと時間かかる。から遠距離戦はガイはパヤックのミドルを空振らせて、その次にエルボーミドルを入れたい。でパヤックは遠距離戦をするのか近距離戦をするのか、まあ、遠距離戦の方が安全なんですけど、そうですね、でガイはどっかで蹴り込んで近距離戦をしたい、そういう感じの戦い方になるかなとは思います。ローキック2発でダウンを取る、ハイキックミドルキックを、じゃあミドルを小手フックで返す、今ちゃんとローにガードした後でショートエッグ返しましたね。
そう、この辺複数キャラを使ってると、はい、周りの取り方が微妙に違うところがなかなかアジャストできなかったりするんですよね。そうですね、キャラによっての周りの取り方がメインキャラに寄っていくみたいな感じ。寄ったらいいんですよね、どうしても。だから私なんかは接近戦つい挑んじゃうんですよ。遠距離戦がとっても苦手です。東京としては全体的にカヤックの方が有利な風に転がってくる感じでしょうか。そうですね、イリアさんとイッカさんがもう一つの台で、それが最終試合になります。映像とその後にはこちらの、おじさまさん対トムさんのが最終試合になりますね。状況としてじりじりと削りつつ、この時間がなくなっているんですね。そうですね、妖怪の試合みたいな、見たことないから聞いた話なんですけど、削り合いみたいな、そんな感じになってますね。楽しそうな試合ではありますね。さて、結果は2対1で、トムさんの勝利ですね。ありがとうございます。で、奥の台ではイデアさんとユクトさんが、ヨンソン対シャンタオで戦ってますけども、まあ、その間にちょっと、勝利勝ち星を集計しちゃってますので、イデアさん勝ったそうで、なんか結構塊になってますね。そうですね、あんまばらけなかったですね。まず、1位が7勝1敗の、クリスチーネ・ゴーダさんですね。おめでとうございます。おめでとうございます。うん、大人げねえなあ、今日はなんかよだれ拭きながら今日は汚ねえ真似をやりましたと、ごちそうさまでしたみたいな感じでしたねはい、はい、お疲れ様でした、ありがとうございます。続いて2位がですね、お二人いまして、5勝2敗、ともに5勝2敗で谷町さんとイデアさんですね。はい、お疲れ様です、おめでとうございます。大人げねえな本当にで、飛んで4位、こちらが4勝3敗で柿谷さんです。はい、おめでとうございます、お疲れ様です。そしてその次、残りの人たちは全員5位同着でした。2勝5敗全員同着、5位が4人、5位じゃねえよ、あ、いいのか、5位か、はい、5位4人、ウニカさん、昆布さん、おじさまさん、ゆくとさんでした、はい、お疲れ様でございました。お疲れ様でした、まあ、かなりなんか結果が面白かったんでちょっとあれなんですけれど、こういう感じで、来月以降もやはりリーグ戦などもうちょっと変なルールでやってもいいのかなとは思うんですけども、ちょっと今日はアイディアがなかったので普通のやっちゃいました。ごめんなさい、今月もう1回ありましたね。月2回努力目標にしてブリキワンのフリープレー対戦会やるようになってましたので、今月もう1回あります。まあ、これ後で動画をアップロードするものなんでリアルタイムではないから今月って言っても分かんないかもしれないんですけども、そういう感じですので、まあ、リーグ戦とか変わったルールだったり変わってないルールだったりとかで続けていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。そういうわけで、2017年9月2日、ブリキュアンフリープレー対戦会のリーグ戦これにて終了いたします。参加の皆様お疲れ様でした、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。山野幸さんも慣れないマイクありがとうございました、はい、もう何喋っていいか全然未だに分かってないですけど、まあやってけば慣れますから、はい、何度も繰り返すことが大事ですよ。ただもう離れちゃうんですよね。福岡に行ってもマイク握ることがあるかもしれない、はい、そういう時に、あの時なんかメガネのチビがバカなこと言ってたなと思っていただければと思うわけですよ、はい、そういう感じで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。